ライト兄弟が初の動力飛行を成し遂げてからおよそ8年後省内で飛行機を飛ばした人物がいる力食器を発明した斉藤都一が単葉飛行機の特許を取り1912明治45年6月に赤川の河原で試験飛行に成功した第二次世界大戦後 日本の航空産業は開発を禁じられた空白機を経て復活の道を歩み始める戦後初の国産旅客機 YS11 が1965年に就航山形空港発着の羽田便で72年から76年に大阪便で79年から83年に活躍し 39万人以上を運んだ。乗ったことがあると懐かしむ読者も多かろう国内定期路線で41年間運行された総発プロパラ機は事業面では失敗に終わった価格競争力などの課題に直面して納入先が広がらず製造元は赤字続き 生産数は結局182基にとどまった YS11 以来半世紀ぶりに量産化が期待された日本の翼も今存亡の危機にある三菱重工業が国産発のジェット旅客機事業を凍結する方向となった知見不足で設計変更が相次ぎ 初号機の納期が繰になる中、コロナ禍で需要が見通せなくなった剣道兆来の日は来るのであろうか夢のある国産機の開発がこのまま頓挫してしまうのは忍びない